大石さんの脚本ってほとんどオリジナル、ね、原作ものってほとんど基本的にオリジナルです。たまにありますよ、サイモン・フミさんの恋する母たちっていうのがやったりしましたけど、もうたまにですね、7、8年に1本か10年に1本ぐらい。漫画家の話あったじゃないですか、あの入れ替わっちゃうやつ。あ、ありました、ありました。いや、あの時キスしておけば超面白かったけど、俺漫画が原作なのかと思ったら逆なんでしょ、あれ。違います、あの、おじさんの原作を漫画に。私も漫画の話も考えて、中で書かれる漫画の話も考えたりして大変でしたけど。あ、そうなんだ。でも面白かった。漫画家にできて小説家にできることが、うん、なぜ脚本家とテレビのプロデューサーにはできないのって、なんでみんな思わないのって、ちょっと情けないと思います。もう僕たちがここで怒ってもしょうがないですけどね、うん、でもだから私もそういうこと言うとなんかもう気難しいババアだと思われるから、それはもう久しぶりに言ったんですけど、基本的にはこれは言わないで、はいはい、お仕事いただいてるんですけど。